ウニのミックス山本優馬さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今の心境いかがでしょうか。緊張していますけれども、磯焼けの原因となっている厄介者のウニを美味しいウニに変える事業を行っております。スタートアップ企業でございます。まずはじめに、磯焼けという言葉が出てきましたけれども、皆さん磯焼け問題についてご存知でしたでしょうか。磯焼けとは温暖化による海水温の上昇など環境の変化がきっかけとなってしまって、世界中の至るところでウニが異常発生してしまって、そのウニが貴重な海藻藻場を食べ尽くしてしまって、海が砂漠化してしまっている、そういった環境問題が起こっております。ウニが増えたんであれば食べてしまえばいいじゃないかと思うかもしれないんですけれども、こちらの写真の真ん中にあるようにですね、こういった磯焼けのウニっていうのは海藻、餌になる海藻が全くなくなってしまっているところに異常繁殖しているので、中身が空っぽで水産物としての価値を失ってしまっているので、普段漁獲もされないでそのままになってしまっているという状況があります。日本に関してはもう海に面しているほぼ全ての地域でこの磯焼け問題っていうのは確認されております。で、一方で、ウニの市場を見てみますと、世界中での日本食寿司ブームによってウニの需要というのが急激に増しております。それによってウニ不足、ウニの取り合い、そして価格上昇というのがこの最近ですねずっと続いているような状況です。近年では海外のバイヤーさんにもうウニが買い負けしてしまって、近い将来日本人が美味しいウニを食べれなくなってしまうかもしれないといったような状況にも陥っております。ですので、磯焼けの海の中を見ますと、こういった水産物にはなっていないけれどもウニ自体は異常発生しておりますので、こういったウニを美味しいウニに変えることさえできればウニ市場がですね、いかに、ポテンシャルがあるのかっていうのを、想像していただけるかと思います。で、実際この磯焼け問題とウニの供給不足に対して、課題解決型の、循環型ビジネスで、弊社は取り組んでおります。具体的にビジネスモデルを説明しますと、まずはじめに磯焼けの海底からウニを除去します。そしてそのウニをこれまで研究開発してきたウニ蓄養技術を用いて陸上でだいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらい飼育をして身を太らせます。そして付加価値のある水産物として蓄養したウニを販売して、その利益の一部を次のウニの除去活動に還元します。この活動を継続していくことによってウニを安定的に供給するというところと同時にですね、磯焼け対策、藻場の保全というものを、叶えることができます。実際、大分県と山口県でこちら世界初になるんですけれども、こういった磯焼け対策を目的とした陸上でのウニ蓄養事業をすでに行っております。で、通年生産と出荷も行っております。まだまだこの2拠点では、供給しきれないぐらいのお問い合わせをありがたいことに全国の飲食店さんからいただいております。ですので今後としましては、まずはこの2拠点ありますので、ここの生産キャパ、生産能力をさらに向上させること、それと同時並行でまだまだ磯焼けに困っている地域全国たくさんありますので、そういったところに第3拠点、第4拠点、第5拠点と、事業横展開に向けて今、注力しているところであります。皆さん実際にお召し上がりいただきましょう。はい、すごい。山本さんから食べれるってすごいですね。蓄養したウニということですね。こちら大分県の生産拠点の大分ウニファームで生産した、ウニになります。こういった殻付きウニすごく珍しくて、なかなか天然だったら、これいくら投資すればいいですか。おお早い。いくら投資、希望額としては2億円願います。これとその資金使途は何人ですか。この今2拠点生産拠点ありますので、そこまだまだ改善すべきことたくさんありますので、そういった生産能力の改善のため、いや原価って多分このまず取るための人件費と、あとそのファームっていうかそこの工場の中で3ヶ月間ぐらい栄養を太らせるための原材料みたいな費用があると思うんですけど、はい、それは結構大変なんですか。一番、コストかかるのは人件費、そのウニを飼育する飼育員の方と、 あとそのそういった今日お召し上がりいただいたような形に加工も現地でしてますので、その加工ですね。これ加工してるんですか。殻を開けて内臓とかをこうきれいに取って、でちゃんと塩水で。めちゃくちゃきれいでした。ありがとうございます。砂利っていうのなかったんですか。全然なかった、全くない。でここがまだまだ人手に頼っている、まだところがあります。飼育員は、レベル的に言うと1ヶ月ぐらい教育したらできるものなんですか、それとも専門的にウニ博士みたいな人じゃないとダメなんですか。
そうですね、まあ、そのポジションにもよるとは思うんですけれども、まあ、このウニの養殖自体がまだ世界的に確立されている産業じゃないですので、うん、まあ、まだ我々もその手探りのところ研究開発とかいろいろ疑問あるんですけど、そもそも飼育って何やるんですか？まあ、だってウニって普通にいるじゃないですか。いや、これ再生養殖ですよね。だからね、あえて養殖じゃなくて畜養っていう言葉を使ってるんですけれども、そのちっちゃい赤ちゃんから育てる養殖ではなくて、うん、あの天然の自然にいて大人なんですけれども、はいはいはい、中身が痩せてるだけのウニを取ってきて、うんうん、それを短期間餌を与えるっていう方ですね。餌やるのに大変なんですか？魚はまあ餌あげると勝手に食いつく、はい、食いつきますよね、うん、なんですけどウニって泳がないので、はい、あの例えば全然ウニがいないところに餌をあげてしまうと、うん、そのウニが餌に気づかなくて食べてくれないと、うん、で食べてくれないっていうことが続けばそれだけその成長のスピードが遅くなってしまうので、はい、まあ、理想としてはやっぱりあげたらすぐ食べてくれるように餌をあげる、うん、どういうふうにあげるんですか？結構そのウニの、健康状態とか気分を見て、うん、あの食べそうだなと思う気分ウニにはたくさんあげたりだとか、廃棄野菜と廃棄キャベツでやってるとことかもあるじゃないですか。そうですね、うん、そういったまあ同様の取り組みしてるとこもあります。これは何あげてるんですか？昆布とかあげてるんですか？じゃあちょっとスライド使って、はい、おお、こんなの使って、あの北海道の天然のウニって美味しい評価されてるのは、まあ、天然の美味しい昆布の産地で、食用昆布の端切れってどこから仕入れるんですか？それはまああの加工現場が工場がいろいろありまして、そこから安く仕入れられるとか、そういったそうですね、端材の部分を昆布をこのペレットみたいにしてるんですね。実は持ってきました。あ、いいですか？これはどこで作ってるんですか？日本農産工業っていう。食べてもいいですか？なんかある食べれるんですか？まあ、食べれる。一応ウニも食えるんですか？ホルモン剤とか抗生物質とか全く使ってないので、まあ、人間が美味しいと思うかあれなんですけど、かなり昆布とか海藻の風味を感じていただけると思います。うま、うん、まあ、旨味というか風味ありますか？ポリまあ、例えば廃棄野菜とかをうまく活用してっていう取り組みもあるんですけど、これ事業として考えた時に野菜だったらその取れる時取れない時とかいろいろあったりもします。この餌パクれますよね？それをパクられないように守っております。どうやって守るんですか？レシピを基本的には一般販売餌はしてなくて、うん、我々がこう一緒に生産を行う地域にのみ、まあ、あの供給しているという形、うん、まあでも、うん、まあ、この餌でも供給してもあれですよね、ちゃんとウニの気づくようなところにちゃんと渡したりとかしないと、うまく育てない、はい、だからそれこそ AI で、うん、カメラでそれこう自動でそのウニの状態をウォッチして、そこにこうピンポイントで餌が、まあ、ウニの自動餌焼きみたいなものを開発みたいな話になるんだもんな。そてだから餌だけだと、まあ、変な話その従業員が辞めて自分で俺の地元戻ってやろうって言ってどんどんやり始めちゃうと、あんまり競争優勢がないから、なんかそういうその肥育そのそこの餌やりだったり、その今問題点がその実際あるんだったら、そこに投資してそこを受動化できるようなものがあればよりもっと伸びる気がしますけどね。だから競争優位を組み合わせた方がいいと思うんですよね。 AI によって自動でやってるとか、はい、あの水温管理の自動システムがあるとかいうのをもう10ぐらい組み合わせて、もう競合が絶対出れないというのを諦めさせるっていうこと、はいはい、一個一個はパクれるんだけど、うん、そうこの全体のそのなんていうかこう調和みたいなものでやっぱりできるっていうのが結構こういうものの強みになると思うんですよね。質問があったのは、はい、ウニのマーケットって全世界でどれぐらいあるんですか？お見せいたしますね。少々お待ちください。質問が渋滞してますね。これまでにない食いつき方です。で、大体ざっくりどれぐらいのマーケットなんですか？今世界で水揚げされているウニが大体5000トンぐらいあるんですよ、うんうん、そのうちの実は 85% ぐらいが日本で消費していると、うん、で日本国内で消費してる、はい、で1トンいくらぐらいなんですか？豊洲の市場の平均単価ですとキロあたりだいたい2万円ぐらいなんですけど、2万円キロ2万でキロ2万で5000トン、うん、だから2000万円ってことですよね、1トン、うん、2000万かける5000だったら1億円かけるの1000億です、ね、1000万、はい、1000億、1000億、でもこれからもっと伸びるよねっていう、まあ、う今ウニってもうほぼ 99% 天然なんですよ、はいはいはい、で例えば同じような水産高級な水産物の天然と養殖のトレンドを見ると、アワビ、養殖の技術がなかったオレンジが天然ですね、はいはいはい、養殖の技術ができることによってこんだけ市場が上がった。でオイスターもすごいですね。牡蠣もそうなんですよ。でウニって今この青色の線がない状態なんです。やばいじゃん、やばいじゃん、これできたらすごいじゃん。なのですごいポテンシャルはあるというふうに我々は、最初これ見せた方がいいよ。取
これさ、このスライド意味ありますよね、これね。これめちゃくちゃ意味ある。めちゃくちゃいいスライドですよね、これ。で僕もう一個その後の話をしたいんですけど、はい、磯焼け問題が仮に解決できたとしましょう、はい、その畜養自体はビジネスになるんですか？その時にはもうかなりのノウハウが蓄積されているので、まだちょっとそのウニだけれども畜養じゃなくて養殖っていう可能性もあると思います。だからウニってどうやってでかくなってるんですか？ウニ大体今プランクトンみたいなんですけど、最初大体4年ぐらいは絶対かかるって言われてるんで、なかなかその4年間を陸上でやるって結構採算性が厳しいですね。なので我々のビジネスモデル 2,3 ヶ月で2が入って太りますよっていうのは結構その養殖とは結構ビジネスモデルが違うところであります。さあそれでは最終ジャッジに移りたいと思います。山本優馬さんの希望投資額は2億円です。投資獲得をかけた最終ジャッジ、手を挙げる投資家は現れるか。 Deal or Break。 山本さん、目を開けてください。なんと全員上がりました。希望投資額は2億円です。